珍しいね。今日久しぶりに曇ったから、この夏はずっと天気お天気だったのに。天気お天気？うん、だからいいお天気だったってこと。でも私は曇ってる方がいいですね。ちょっとは涼しいですし。そうだね。この学校そのうち通うのかなって。ここ受験して受かったらだけど。うん、そうでもないと思うよ。割とすぐじゃないかな。転んでるみたいに見える。でも笑ってるよね。はあ、ドキドキしちゃった。どっかすりむかなかった？平気平気、テクあるし。私にも教えてよ。まあ度胸ってやつ。それテクちゃう。疲れちゃってるね。うん、そのちょっと怖いかなって。風が気持ちいいね。くそ、
草の汁かな。手が緑色になってる。どれ？ねえ、お兄ちゃん。一緒に滑ってくれないかな。それだったら怖くないと思う。川からの風が気持ちいいね。こっちでも泳げるのかな。無理でしょ。上流と違って汚れてると思うし、それに深いよ。反射にしては変だよね。それに、なんでだろう。水が全然隠れちゃってる。本当だ。発生するかな。そうだよね。変なの。あそこだけ
消しゴムで消されたみたいだね。そんな感じだね。え？京介、こんなの見たことあるの？あの時、京介ちゃんが言ってたのが、これ？元の川だね。何だったんだろうな、あれ。変だよね。ほら、僕らこの前図書館で調べたでしょ。その時、京介が言うようなの見つからなかったし。信じてくれるかな。夢でも見たのかって言われそうだよね。大人には秘密にしておいた方がいいよ、こんなこと。なんか怒られそう。そう、そんな感じで。そうじゃなくて、あれ、人が倒れてない？本当だ、大変だ。喧嘩かな。とにかく行った方がいいよ。死んでるの？とにかく誰かに知らせないと。警察？大声で叫ぼう。誰か電話してくれる。
さっきのって。おはよう。Thank you.